待て待て。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今日は長野県の、ここは、ここは安曇野です。はい。はい、そうです。安曇野スイス村、ハイジの里ですね。に来ておりますよね。はい。今、もう、聞いたからに、ハザちゃん。はい。の声ですね。ありがとうございます。間違いなく。こんにちは、どうも。こんにちは。今日はここで何をされてるんですか？今日は、はい、ハイジの里で果物祭りっていうイベントがあって、はいはいはい、でそのなそこで、ラジオの公開生放送を。公開生放送です。はい。どうですか？あの、違うんですよか？そうなんです。久しぶりに公開生放送こう外からお送りして、普段はスタジオからっていうことがほとんどなので、はい、久しぶりなんだ。スタジオから聞こえるはなちゃんの声が印象的なんですけども。今日は直に聞くことができます。よかったです。嬉しいです。よかったですね。皆さんたくさんの方が来られてましたね。そうですね。かなり大勢の方がいらして、はい、しかも記念すべき、なんて言うんです、150万人目みたいに、はい、人数が、ね、大勢を訪れた。そうなんです、そうなんです。さっきもセレモニーみたいにね、くす玉が割れて。それ来たかったな、はい、もう本当に午前中のうちに、はい、150万人目になったっていうことなんで、はい、またいろんな情報を聞かせてください。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。優しく灯る絆の火、結ぶ村という曲からスタートしました。この曲はですね、もうびっくりするんですけども、6年も前ですね、2015年に、作ったと言いますかね、 曲はですね、ギタリストの吉川中英さんという、本当に日本で著名なギタリストの方ですけれどもに作っていただいて、で私が詩を書いたものになります。実はですね、今年に入って初めてライブをします。はい、やはりこのコロナ禍ということで長くね続いておりますけれども、今年に入ってからはなかなか、で私のメンバーを見ていただくと、普段はですねここにもう一人、ま、今日ね鍵盤さんもトラということでね、クマちゃんじゃなくてタマちゃんなんですけど、はい、はい、ここにもう一方ね、バイオリンの方がいらっしゃるので、私たち6名で演奏を普段はしています。
そうなるとですね、なかなか密を避けるというのが難しいということで、まあ、野外ライブですとかそういう時に昨年はそれでもやっぱり2回か3回くらいでしたかね、演奏させていただいたんですけども、今年はやはりずっとずっとなくてですね、今日初めてなんですけども、でもこの滋賀の里からできるということで、私はとてもよかったな、嬉しいなというふうに思いながら、はい、ありがとうございます。ですのでね、この後もしばらくお付き合いいただきたいと思います。一足二足濡れながら小さな花を数えましょう、夜ごとに降り立つこの庭で、あなたの姿探しましょう。宇宙春天春の雨よ、小さな庭に降り注げ。宇宙春こんにちは、長野インターネット細谷と申します。こんにちは。こんにちは。今長野県は松本市、はい、旧滋賀村に来ております。そうですね、ちょうどこの、滋賀地区の出身で地元なんですけれども、はい、はいはい、で、今日はですね、あ、そうか、私はいつも、歌を歌ったり、はいはい、あと、まあ、ラジオでパーソナリティをしたりということで活動しています。なるほど、はい。今日はまあ歌の出番ということだったと思うんですけども、ええ、なんか今年初めてと言ってましたけど、そうなんです。どうですか、出来栄えの方は。はい、久しぶりだったので、はい、多分全員緊張した中だったんじゃないかなと思うんですけども、はい、日頃は練習されてるんですか。メンバーが大勢いるので、はいはいはい、あと、まあ、医療に携わるようなメンバーもいるので、なかなかまとまってみんなでやるっていうのが最近難しいかなというところなんですけども。なるほど。パーソナリティということになると、うん、地元の歯の有名な、うん、花ちゃんでしょうか。いやいやいや、そんなもうお恥ずかしい話です。お恥ずかしいですけども、うん、なんとかね頑張って5年ですかやってます。おお、もう知名度もなかなか上がってるんじゃないかなと思いますけど。まあそうですね、まあ、私が個人的にというよりは番組を聞いていただいている方が、まあ、増えてきたのは嬉しいなとは思います。まあ、地元出身ということで呼ばれたんだと思いますけども、うんうん、ここはどういうその集まり、今日マルシェって書いてありますけど、うんうん、例年やってるんですか。そうですね、このマルシェは、季節ごとに今年も春夏秋というふうに開催されて、はいはいはい、で、まあ、これでしばらく寒い期間になりますので、なのでまたおそらく来年の春までに、なので今年はこれで最後になりますね。で、このマルシェのイベントは、まあ、村を、まあ、もともと村なので、滋賀のこの滋賀地区を元気にしていくっていう方たちが始めているイベントになります。花村さんとしては、うん、まあ、歌を歌ったり、まあ、パーソナリティだったりと思うんですけども、はい、音楽との出会いっていうか、そしてその、はい、まあ、作詞作曲もされてるってことなんですけども、うんうん、そういったこう出会いっていうのはいつどんな時にあったんでしょうか。そうですね、そのなんかこうどちらが先かとかっていうのって難しいと思うんですけど、今
こういう状況で、この今の状況で自分が思うのは、今この自然の音そのものが、まあ、音楽じゃないですけど、私にとっては音を奏でているというか、うん、なもんだから、うん、なんでしょうね、音とはずっと切り離されないところに生活してきているなっていうのを感じてますね、うん、で、もともとは自分のオリジナルの曲を持つっていうのにあんまりこう、うん、特にこうメッセージを持って人に歌を歌うっていうことをしていなかったので、うん、はいはいはい、なので既存の曲の中で素敵なものがあればそれを今までは歌わせていただいてたんですけど、まあ、長く活動してくる中でオリジナルの曲もあった方がいいよということを言っていただいたというのもかなりあって、でそこから、まあ、自分で音を紡ぐようになりました。まあ、自分でも音楽を作るってことは、うん、それだけ音楽が好きだったってね、そうですね、もう自分では記憶してないんですけど、はい、親が言わせるとそのすごくちっちゃい頃から歌ってた何かを。じゃあ何かその若い頃バンドとか作ったんですか？バンドはですね全然やってなかったです。どういう時ボーカルとかいう風になったんですか？私もともとアニメ歌手になりたかったので、はいはいはい、でそのアニメ歌手の勉強をしてたこともあったんですけど、うん、まあこのね豊かな自然の中で暮らしているので都会で暮らすっていう選択肢は一つもなかったんですね、うん、はいはいはい、で結局その都会の方に住めないと仕事がもらえないよっていうことだったので、うん、まあ、じゃあどうしようかなと思っていた時に、まあ、松本市だったりとかこの近隣で活動している皆さんと知り合うことができて、でそこでバンドがなんとなく出来上がったような感じです。なんか自分 の, その声に対して何かこうありますか？そうですね、声の、うん、ま、なんかおしゃべりしているのも歌っているのも、うん、まあ、やってることは全然違うんですけど、うん、一つだけ共通するのは、まあ、自分が声を使うことなので、うん、なので、何でしょうね、ライブ始めたいと思います。お願いします。どちらもまあ自分にとっては声を使うということでは共通する部分ではあるんですけれども、うん、なるほど、うん、まあ、その特徴的な声を使ってこうみんなとお話ししたりとか、はい、それから昔の夢だったそのアニメとして自分のその、うんうん、特徴的な声を生かしてやろうと思った時代と今 何か変わってることってありますか？今はそうですね、アニメっていうジャンルにこだわらなくても、うん、自分の声を伝えていくことはいろんな手段でできるんだっていう意味で、まあ、インターネットもそうですけど世界はすごく広がっているんだろうなっていうのを感じています。なるほど、なるほど、うん、やっぱりここ滋賀に戻ってきた自分の地元ですよね。そうですね、戻ってこられたっていうことに何かその、うんうん、ある種のこう期待感っていうのがあると思うんですけども、どんなふうにこう夢を描いてるんでしょうか？そうですね、今どこにいてもみんなが同じように発信をしていくことができる世の中になってきていると思うので、なのでまあ、これからも、うん、なんかこう特徴のある声だって言っていただけるんだったら、まあ、それを最大限に生かして、はいはい、声を使ってなんか皆さんが楽しんでいただけることを考えていきたいなと思います。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。